国蘭は小型の地生蘭の一つ。細長い棒状のニセ形の先から紫色の地味な花を咲かせる。国蘭ンリンドルは単子葉植物蘭か雲切り相続の多年草で地上に生える。細長いニセ形が独特であるが花も小さく地味な蘭である。ニセ形は多肉質、緑色で細長い円筒型をしており大部分が 地表から上にあって、普通は直立する。その姿は独特であり、他にあまり似たものがない。年に一本ずつが出るが数本が並んで見られる。常緑性で、葉は二年にわたって残る。葉の基部は、幼少となって、偽球形を包み、葉心は、茎の先端に2から3枚程度がつき、楕円型でやや歪み左右非対称となる。 先端は尖り、葉面は柔らかく、葉脈に沿って、溝状にくぼむ。この葉は五星であるが、偽球形の先端に互いに接近してつくので、耐性しているようにも見える。ただし、スズムシ思想などのように本当に耐性に見えるほどでは、なく、やや大きさも異なり、三枚出ることも多い。花は、葉の間から立ち上がり、高さセンチメートルほどになり、 三から十ほどの花が、草状につく。花は、差し渡しが一センチメートル足らず、全体に紫褐色で少し艶がある。側花弁は細くて反り返り、新弁は丸っぽくて中央が前に突き出す。稀に緑の花を咲かせるものがある。果実は、先が太い棒状で立つ。低山の常緑樹林内に生える。 ある程度以上茂った薄暗いところで見かける因縁などにもあるが明るいところには出ない。海岸近くでも森林内であればほぼよく見かける。本州、四国、九州に分布し国外では中国と台湾から知られる。日本産の種で最もよく似ているのは遊国蘭である。姿はごく似ているが遊国蘭の方が一回り大きくなる。また、 神弁の先端が国蘭では少しくぼんでいるのに、対して丸くなってくぼまないなどの違いもある。国蘭よりさらに南に産し、本州の最南部から九州南部以南に分布する。その変種の島笹原酔いは伊豆七島に産する。日本では同族のものがこの他にもあるが、それ以外の種は丸っこい偽休憩を持つため、これらと見誤ることはない。 例えばサッサバラン・リンドルは、やはり紫がかった花をつけるために、外見はやや似ているが、ニセ球形は、卵形ではっきりと異なる。なお、地上性のンで、ニセ球形が、棒状になるものとしては、エビネ属の特ランがあるが、こちらははるかに背が高い。特に利用価値はない。花が地味なため観賞用として不向きで、栽培されることも少ない。それでも、 野生卵であるだけで目をつけられることもあり、乱獲の行われた地域もあるようである。また、不入りのものが一部では沈重される例もある。ありがとうございます。